初恵比寿元日未明の門前本学寺は神奈川県鎌倉市にある日蓮州の本山。三号は明原山。本尊は釈迦三尊像。美信さんの久遠寺にあった日蓮の遺骨を分骨したため東美信とも呼ばれる。鎌倉駅の近くにある。現在の本学寺の三門がある場所の前には恵比寿堂と呼ばれる堂があった。この恵比寿堂は源の頼朝が 鎌倉幕府の開幕の際に、幕府の裏基門に当たる方向の陳述として建てたとされ、天台宗系のものであった。文永十一年に佐渡入るから帰った日蓮が一時、この恵比寿堂に滞在し、辻説法などの拠点としていた。その後の影響八年に一乗院日出が日蓮に、ゆかりの恵比寿堂を天台宗から日蓮宗に改め本学寺を創建したという。後に、 三のぶさんを再興した第二世の行学院日朝は、三の山への参詣が困難な老人や、女性のために、三の山より、日蓮の遺骨を分骨して、本学寺に収めた。本学寺が、東三のと呼ばれる理由である。もともとは中本山であったが昭和49年に、本山に昇格している。現住は52世、長倉日正し寛樹、潮市園、境内の、 主なガランは大体が近代になってからの創建である。現存する建物の中で最も古いのは山門で江戸時代の創建。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。